フランシス・ハリソン・ピア・ポントは、ウェストバージニア州の父と呼ばれるアメリカ合衆国の弁護士、政治家であり、南北戦争の時に北軍が支配していたバージニア州の部分の知事を務めた。ウェストバージニア州はその歴史における重要さを認めて、1910年に、ワシントン DC アメリカ合衆国議会議事堂の国立彫像ホールコレクションに、 州としては二つ目の彫像となるピアポントの大理石像を寄贈した。ピアポントは、ウェストバージニア州モーガンタウン近くで、そこの設立者であるザッキル・モーガンの近親として生まれ、現在のウェストバージニア州マリオン軍当時はバージニア州西部で成長し、その人生の大半を、地域の歴史に結びつけることになった。アレゲーニーカレッジを卒業し、法律を勉強しながら、 バージニア州とミシシッピ州で学校の教師をした。1841年に法廷弁護士として認められ、1848年にはボルチモアハイオ鉄道のための地元の弁護士となった。政界に入る前にフェアモント州立大学の前身であるフェアモント男子、女子人学校設立を手伝った。ピアポントはエイブラハムリン・カーンの積極的な支持者であり、 合衆国からバージニア州が脱退することの遠慮のない反対者として政治により関わるようになった。バージニア州が脱退し戦争になった時アメリカ連合国への加入を拒んだバージニア州北部と北西部の軍からの大議員がホイーリング会議に集結した。これらの軍は最終的にその選出された役人が職を放棄してホイーリングに別の政府を設立し ピアポントを暫定知事とすることを宣言した。この復活バージニア州政府は新しいバージニア憲法を起草し、アメリカ合衆国議会に大議員を送った。1862年、ピアポントはペンシルベニア州知事アンドリュー・グレグ・カーティンが組織し、ペンシルベニア州アルトゥーナで開催された高8次会議に出席した。この会議は最終的に エブラハムリン・カーンの奴隷解放宣言と北軍の戦争遂行努力を支持した。ピアポントの指導の下でホイーリングの政府は新しい別の州を創設することを問う住民投票を要求した。住民は圧倒的にこれを支持し、アメリカ合衆国議会に州創設の申請が行われ承認された。新しい州は名前をウェストバージニア州とし、 1863年にアメリカ合衆国に加盟を認められた。アーサー・アイ・ボアマンがウェストバージニア州の知事に選出された時、ピアポントは北軍によって占領されたバージニア州北部の数軍から構成される、復活されたバージニア州の知事になった。復活されたバージニア州の州都はアレクサンドリアに設定され、南北戦争の残り期間続いた。 1865年に南北戦争が終わると、アンドリュー・ジョンソン大統領は、再統合されたバージニア州の暫定知事に、ピアポントを指名し、州都はリッチモンドに戻された。ピアポントは、アメリカ連合国の軍部と政府に仕えた政治家たちに対し寛容の政策を取った。バージニア州政府は、元南軍の者たちにその失われた特権を、 回復させる法を成立させ始めたので、元北軍の共和党員の大半には不満だった。戦後、南部は次第にレコンストラクション政策に抵抗するようになり、アメリカ合衆国議会は1867年の軍事レコンストラクション法を成立させた。この法によって、バージニア州は1868年に第一軍事制地区となり、ピアポントはその暫定知事の職を、 ヘンリー・ h ウェルズと交代した。ウェルズは、軍政府指揮官、ジョン・マカリスター・スコフィールドが、新しい憲法が執行されるまでとして指名した。南北戦争の歴史家、リチャード・ローによれば、ピアポントの解任とウェルズの就任は、元バンデアビルトの職員で、ユリシーズ・グラントの友人だったハイラム・ボンドが、格策したとしている。 ピアポントは1867年から1868年のバージニア憲法改定会議で重要人物の一人となり、それが1869年のアンダーアウッド憲法につながった。この後、ピアポントはバージニア政界を離れ、ウェストバージニア州で法律実務に戻った。ピアポントは1870年にウェストバージニア州会員で一起を務めたが、 民主党が州を支配した時に議席を失った。ピアポントの最後の公職は、ジェームズ・ガーフィールド大統領の時の内国再入州税人だった。引退後は、ウェストバージニア歴史協会の設立に貢献し、1899年3月24日にピッツバーグで死んだ。その3年後に、フェアモントのウッドローン墓地に移送され、妻のジュリアや4人の子供のうちの3人の横に、 眠っている abcd フランシスハリスンピアポンと us アーキテクトオブザキャピトル2007年3月8日閲覧 abcd フランシスハリスンピアポンとウエストバージニアエンサイクロペディア2007年3月8日閲覧ウエストバージニアステイトフードウエストバージニアディビジョンオブカルチャーヒストリー2007年3月7日 辞典のオリジナルよりアーカイブ。2007年3月8日閲覧。A.B. Morgan, Linda, Emancipation in Virginia, エスタバ・コベルト1850から1870、University of Georgia Press, ISBN 0から8220314153。ありがとうございます。